ハッピーバースデーチャンプルー。はい、どうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。ということでね、5月8日チャンプルー誕生日の記念バトル、今度はチャルでやっていきます。もうね、口内炎が痛すぎてうまく喋れない、申し訳ない。あと動画でやってほしいリクエストとか、なんか企画案があればコメント欄で募集しているんでお願いします。それじゃあやっていきましょう。ちょっとコンボの練習して、はい、くらえー、オッケー、めちゃめちゃ当てますね。オッケー、二段構えからの、危な、アイスパチンガー持ってるじゃん、みんな負けませんで。どうしよう、なんかもう指が絡まるな今日。ダメです、なんかよくわかんない腰ダメ。おっと、サンシャインアロー、あらららこんな近くにいるのに当たらないとは、なんというガバエム。はい、地面につかせて、3連続ごめんなさいは決まらんかったかと。さあ、どこにいるんでしょうか。危ない、あらら、うますぎそれ。ちゃんとね、ジャンプして強化弾の吹っ飛びを避けるっていうやり方しましたね。まあでもね、次の強化弾を当てさえすれば、あとはファイアメカ棒の玉投げ大会で瞬殺ですよ。マジでさ、誕生日祝いのキャラクターファイアメカボついててマジで楽、やりやすい。なんかね、サンダーメカボの次に使いやすいわ、やっぱりファイアメカボ。はい、行きましょう。さあ、もう相手に弾を打たせない、打たれる前に打つべし、打つべし。はい、こんな感じでね、最強のコンボがね、生まれるわけですよ。危ない、はい、突き落とし。もう重量コントロール いらないわ。あ、間違えた、ガチャメカコントロールいっちゃった。はい、もうね、チャルのメカ棒の弾にとらわれたらもう瞬殺です。ガードしててもどんどん HP が削れるだけで何もできない。なんかたまにさ、ガチャメカコントロール打っちゃうんだよね。それをなんとかしたい。あまりにも早く ガチャキャン しすぎるからさ、マジで今日うまく喋れねえわ。回せねえ。うまく当たんねえ。落ちた？落ちてねえ。落とした。危ない、お前。そうそうそう、やれやれ。標的変更。まずあんたは邪魔。標的変更です。一回さ、やらん？
夏美から、夏美からやろうぜみんな。オッケー、オッケー、取り映え決まった。オッケー、はい、重量コントロールで。チャルはね、本当に1対1強すぎマンなんで。はい、こういうことですよ。強化弾がなくてもそのまま地面から攻撃さえすればあとは通るんで。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。博士編でお会いしましょう。